G 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。ロンドン海軍軍縮条約を受けて EF 級をもとに艦型の圧縮を図り、1933から4年度計画で9隻が建造された。グレイハウンドをネームシップとしてグレイハウンド級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め、 W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとして Amazon とアンバスケイドを建造した後1927から8年度で量産型として A 級続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造されたまた1929から30年度の C 級では大型化して 燃料の搭載量増加を図り、1930から1年度の D 級では対戦戦能力を強化、1931から2年度の E 級では艦砲を改良、1932から3年度の F 級では水雷兵器を更新するなど順次に拡大、強化を重ねつつ建造されていた。しかし当時はロンドン海軍軍縮条約体制下であり、 駆逐艦の艦型抑制が必要になった。このことから1933から4年度の建造艦は、機関部の設計変更によって艦型の圧縮を図ることとなった。これが本級である。戦手郎型、日本煙突という基本構成は CA 普及と同様である。e e の一部で採用した三脚式水をさらに改善して全艦に設置している。 機関構成も EQ 以来の方式が概ね、踏襲され、アドミラルティ式3動型水管ボイラーを、タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンを搭載した。ただし、蒸気の管型圧縮の要請から、巡航タービンを省いて、機関部の短縮を図った。これは、第一次世界大戦中の手期使用状況を分析した結果、15ノット以下での航行は稀であり、 したがって巡航タービンの恩恵も小さいと判断されたためであった。また、共同艦、グレンビルは、ヤーロー式水管ボイラーを搭載している。兵装は、おおむね F 級の構成が踏襲され、艦砲は45口径12センチメートル砲を、行角40度の両用砲であるマーク、セブンティーン砲がと組み合わせて4機、また、対空兵器は4連装12.7ミ、mm、リメートル機銃を、 搭載した。なお当時、大日本帝国海軍が、吹雪型駆逐艦で50口径12.7センチメートル砲を搭載したのに対抗して、C 級共同艦、ケンペンフェルトで50口径13センチメートル砲の搭載試験が行われており、本級への後日装備化も検討されていたが、成績不良のため実現しなかった。水雷兵器も F 級と同様、 4連装21インチ魚雷発射管2機とマーク9魚雷の組み合わせを基本とした。ただし1933年の演習により、特に野州においては、多数艦による攻撃では、特定目標に対して攻撃が過度に集中することが判明し、所要席数を減らすため、股間あたりの射線数を増やすことが求められたことから、グローウォームでは、 試験的に後連装発射艦2機の搭載となった。また、対戦専用として、アズディックと対戦爆雷投射機、大気雷専用として2足駆逐艦総会部も、閉鎖された。その後、第二次世界大戦が勃発すると、護衛駆逐艦としての改装が行われ、20mm 基準の増設、また、 後部魚雷発射艦をバーターにした45口径7.6センチメートル広角砲の搭載による防空火力の強化、ヘッジホック対戦迫撃砲の搭載、爆雷搭載数の増加がなされた。9隻が建造され、あとに2隻がポーランド海軍とカナダ海軍へ引き渡され、ポーランド海軍の艦は戦後に一旦イギリスに返還された後、オランダ海軍に売却された。 第二次世界大戦では、六隻が戦没し、一隻が全損判定を受け閉塞船として自陳させられた。このため、外国に対応された二隻のみが終戦まで生き残った。ありがとうございます。